ウォータースライダーに流されるままの人生。やめよう、こういう追加すんの。覚悟人生追加された。スタートおいなんか、めちゃくちゃ辛い振り方されてんな、ほんとに。いやー、どうしようかな、うん、どうしようかな、なんでもありなんだよな。そうだね。ああ、どうしようかな。シンプルに行くか。難しい。最初のお題はシンプルにして、途中のお題の回答めちゃくちゃ変な感じ。いやー、ちょっと狙いすぎかもしれん、これは。これ勝ちやすい。わかんない。うん、こういうことやな。みんなでこういうの掛け合って楽しむってことやな。うん、わかんない。いや、伝わるの？もうこれさっきと同じじゃないかも。わからんこれ。もうむずいな。お題だけでそんなに。これでも神じゃないこのランダム要素。どういうこと？ランダム要素。なんだっけあれ。思い出せ。ああ、誰だ？判定がガバいね。どうすればいいんだこれ。どうすれば伝わるんだこれ。ダメだ。これは厳しいな。どうしよう。あ、やべ。こっからだよな。でも、俺知らないんだよな、これ。うわぁ、待って、俺書けねえかも。人生で初めて書けないもの出てきたかもしれない。書けなくてもいいっすか？書けなくてもいいっす。書けなくていいっすか？これ誰マジ？さっきもこんな感じの長文来たな。いやー、俺これ書けないわ、知らないもん。こうしかないな、うん、こんな感じだったよな。これ以上のやばいこれ知らなかったら伝わんないだろうけど、やばいぞ。知らなかったら伝わらないだろうけど、こんな感じなんだよ。あ、やばい、時間ないよ。いやー、書けない。いや、これ以上難しいな。あー、でも、うまいかも、俺。自信のなさが。やばい。鼻まで揺れ動いてる。おい、行ったことないんだよな、ここ。伝わる？これで伝われー！いや、違うな。待ってくれ、これで。これでいっか。よし、これでいこう。頼む、伝わってほしい。むずいな、これ。伝わるはず。はい、頼む。お題とかけ離れちゃう。分かってほしい。変わってくれ。さあ、声分かりやすいの。盛り上がる感じ。あ、触ってこい。やばい。何これ。何これ。何これ。え？これは分かりやすい。これは。何？分かった。こんなん。もう、そう、推測で書くしかないの。まあ、やっぱ勢いが大事ですね、こういうのは。これ、こんなん書いちゃうぞ、私。こんなん書くぞ。これ怒られるからな、これ絶対。これ怒られるんじゃないか、大丈夫か。いや、もう、うわぁ。これ絶対この人の趣味だって。どういうこと？どういうこと？ああ、これ絶対ショボさんだ。なんでわかんの？なんでわからないと思ったんですか、逆に。謎すぎる。どんな感じだっけ？いや、もう。いや、これ無理だな。
レアマジか。どうしようこれ。うわどうしよっかな。なんかすごいとこが入ってる。うわ高校で設計習ってたから立方体格の前だ。なんなの。なんだ急にどうした。急な自己紹介が。自分語りが始まった。いやちょっと立方体が。で、これどう、どういう感じでしょう。おーどうしようかなこれ。こっからだよな。燃え盛る。こうかな。うんうん。うまいな。もうこれ以上説明ができないな。もうこれでいくしかね。これで頼む伝わってくれって感じだな。うん、スターさん。もうこれ以上触れようがないな。これで伝わるかな。どういうことなんだろう。やって。これは伝わる。あ、いい感じ。やらしいなこれ。どういうことなんだ。やらしい。やらしいやつ。やらしい。やらしいわね。読むしかない、これは。文節を読め。ああ、こうかな。多分これで伝わったはず。いや、これ無理やな。これは、さすがにちょっとこれぐらいに収めとくか。こういう感じじゃない。ちょっと見えるよねやっぱ。じゃないかな。ちょっとそう不正事はしてるからセーフでしょ。これちょっと問題起きそうやな。これどうすりゃいいね。これ誰だよこのお題考えたやつ。いやどういう意味たらこれになるんだよ。どういう神経で考えたのこの。色どうやって変えるの。ここにない色はどうやって作るの。薄くして。ああ下色だね。いや、わかんないよな。なんかこのお題考えてる人多分疲れてんだろうな。絶対それってなんかもう、みんな疲れてそうだよ。もう疲れてるよ絶対。もうみんな嫌なことあったら大丈夫って言いたくなっちゃうもんこれ。いやいや参加してる人いないですか。大丈夫ですか。みんな自主的なはず。いやこうかな。あー違うな、これ誤解されるな。どうしよう。これで伝わると思うけどな。これはまずいか、これまずいか。あこれ違うな。うん、ダメだなこれ。うまい。あー違う違う、うまい。いやめちゃくちゃうめえ俺。あ逆だ。あ逆とかある。逆だ。待って。スタートの時間がない。やばいダメだ、これしか無理だ。伝わったでしょ。周りは最後まで品質落とさない、それがプロってもんよ。よし完璧だ。完璧。こんな感じでどうかな。これ伝わったな。まあみんな読み取り能力高そうだから。あ
危なかった。何？はぁ？はぁ？いや、これ何これ。超怖え液体なんだけど。これそういうことだよね。違うかな。え？こういうことだよね。いやでもそうだよね。だってこれもう言ってるもんね。いや分からん分からん分からん。いやうまいな、面白いな表現が。こんなんダメよ。YouTube で。あの絵の感想を書くんじゃなくて絵のお題を考えてちゃんと。感想書かないで。どうしようもないからこれ。多分七子さんに言ったやつ俺のだわ。いや、多分七子さんに言ったら俺のですよ。こんなお題で。やばいのよ、そんなに。このお題で。争うの？伝わるかな、これで。え、やば、え。なんか塗りとかあるのかな、こういうこともできるね。ちょ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 。あ、まあ、でも夜って感じでか。で、やっぱ時間がない時間が。あ、やばい、これ勝てんな俺。迷うなぁ。あ、間違えちゃった。じゃあ、間に合わない。ああ、終わっちゃう。助けて。あ、これ間に合わない。助けを求めろね。全力で出てる。あ、やばい。そうきたか。緑か。じゃあ、こうして、こう。完璧。緑か。もうこれでいいや。あとはこう。あとはこれでいいや。待って待って待って、わからんわからん。ちょっと待てよ。待って、ごめん。コーラ。違う、まだ間に合わない、間に合わない。よし、天才。そこからの逆転は天才すぎる。ちょっとみんな驚いたんじゃない？逆転した、俺も逆転した。みんな目覚めたでしょ、今。俺も逆転できた。そうきたかって。違う。でしょ？天才でしょ？もうこうするしかない。これ伝わったな。あ、やめとけ。これは伝わりました。握手、打足、まさに打足。これは今回名作できた。あ、いや、なんか多いな。何これ？あ、なんだこれは。え、なんか似たようなの来たぞ、これ。これなんだ？これ何？まあ普通にこれでしょう。これでいいんじゃないですか。もう完璧でしょう。レッツゴー。じゃあこれ 100% 合ってます。これは 100% 合ってます。これ危ねえ。マジで何これ。こういうお題助かる。こういうお題絶対黒無駄な。これこれ難しいな。またこれ本当お前このネタ好きだな。なんでだこれ。なんでこれが間に合わなかったんだ。あーどうしよう。あーあー。間に合う。いける。まだこれがこうか。こうかな。いいんじゃない？からの。からの。まあこれ伝わるよね。多分分かって、これ分かってほしいな。
ちょっと遊び心も加えるわけですよ。なるほど。加えすぎました。いや、100% 合ってる、これで。これ、喜ぶぞ、本人が見たら。本人が見たら。不穏さ。左。これ見て。もういいや、これ。こっちばっかりって。なんでだろう。本人が見た喜ぶなぁ。あ、これでいいかな。早く喜ぶ顔が見て。もうこれ。こんだけ僕は真剣に見てるんだよ。なんか意味があるのかな、これに。あ、わかった。バイ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 。こんなもんかなぁ。やばい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 。まあ、ちょっと余計なもん出さんとこ。わかる。なんか足したくなっちゃうね。足したくなっちゃう。ゲスペン足しとこ。余計なもん出るよ、本当に。本当に。あーはは。あはは、迷うようになっちゃった。もういいや。あー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 、めちゃくちゃだよ。ゲスペン足しといた。俺は伝わってほしいな。ゲスペン足してやるの僕です。あー、もう難しいなこれ。どうしようどうしよう。崩れた崩れた。あ、そういうこと。崩れた。マジ銀行が崩れた今。あ、これは分かりやすい。天才だ。あれ、これ似たようなことに回ってきた。なにこれ、なにこれ、なにこれ。全く分からん。早い。早い。最速打ちました、これ。それにして簡単でした。これしかなくない、多分。いいですね。非常に簡単でした。うん、いい感じだね。もう分かんねえ。分かんねえ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではやっていきたいと思います。イエーイ。まず最初は人生に正解なんてない、すべて選択の塊。選ばなかった道を後悔しても遅いのっていうことが伝わるように、リンゴとミカで悩むと。長すぎて短くなる。実際伝わってるんだよな。あ、伝わってる伝わってる。私の記憶が確かならば、本日のお題となる食材はみかんかリンゴかどっちか。あ、すごい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 。あ、伝わってる伝わってる。リンゴかみかんかはカラマンは。あー、これ伝わらなかったか。これこのソフトの再現したんだけど、お題ってことで。あ、なるほどね。あ、でもだいぶ、リンゴとオレンジが合わさり、本人たちが一番困惑している。伝わってる、伝わってる。本人たちが一番。これはみかん？イオカン？オレンジ？なんだ？あ、これ伝わりました。リンゴが伝わってる。まあね、まあ、答えに正解はないんでね、すべて正解なんですよね。いや、まあ、これ伝わりました。うん、答えには、ね、正解はあるんだよ。だいぶ良くなんで。だいぶ人に戻ってきましたね、確かにね。広告を100個つける先端。これさ、初手で回ってきてめっちゃ笑っちゃったわ。あ、うまい。あ、そう、うまい、うまい。めちゃくちゃうまい。自分の動画に広告をつけます。もう伝わってる。先端恐怖症。これ、収益化する。すごい、すごい、すごい、すごい。みんなわかりますね。広告収入を得ようと、めっちゃ広告なんだろうなぁ。めちゃくちゃ悪口言われてんだよ。先端恐怖症。うまい、うまい、うまい。なんで収益化を止められてくれる先端恐怖症さん。入れすぎたんだな。CM 入れすぎたんだな。ああ、うまい。ああ、うまい、うまい、うまい。収益化止められてもらえなくなって切れる先端。すごい。なんかもう、ストーリーが出来上がった。ストーリーが出来上がった。一瞬しましたね。広告を剥がされてブチ切れする先端恐怖症。ついに。かわいそう。いや、これはこれでストーリーが生まれた。ストーリーでしたね。これ実話らしいしね。ノンフィクションで送る。実はだと、その子ね。札束の浴槽に女二人と入り、満面の笑みを浮かべるアベレージ。俺さ、腰痛弁の金儲けだから、今は猛禽の風呂で毎日女抱いてるよ。YouTube で大金を稼いでオフコスやー。そういう目的なんですね。YouTube の広告料でエッチなホテルに工人たち。工人たち。工人たち。
ラブホテルに向かう月とタイ。タイ。月とタイ。ラブホテルナイトタイム料金で入る魚。魚さん。月とタイ。魚さん。魚さんね。魚さんがまた最終的に。ひどいね。ドタイだな。ドタイって伝わりました。空飛ぶ美人ナース。これね、初期で入ってるやつそのままやってみました、ね。ああ、分かんなかった。ああ、もう分かった気がする。天使と悪魔ナース悪魔より。これどういうことなのこれ。怪物。悪魔ナース悪魔より。財布を猫ババしようとしている人を探している天使と。なんでだよ。どこに財布があるんだよ。あの心の中の財布落ちてたけど、脳内の天使と悪魔が争っている。まあそうなるよな。あ、うまい。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 これわかりやすかったです。財布を拾うか、天使と悪魔が脳内で争ってる。おー、伝わってる。座禅組んでる。頭の中で天使と悪魔が囁いて悩むシーン。あ、すごい。いいじゃないですかね。正解じゃないですか。あ、正解ですね。正解ですね。正解では。空飛ぶ。マシャカリブレンド。あ、これめちゃくちゃうまいっす、俺。めちゃくちゃうまい。自信あるこれ。あ、うまい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 。わかる、わかる。とか、コーヒー牛乳とマシャカリ。夏の日の思い出から。セタさん。何これ。あ、でも伝わるんじゃない？なんだ。ブレンドか。次のアップデートで睡眠薬を入れて毒殺が入ると知ってびっくりしているクルー。うわ、先般臭いな。右上の黒いやつ。竹の死体から生成した小薬を畑さこの中に投入してびっくり。巻き込まれてんやん。ゲスペンに薬を投わい。投わい。投与って書こうとして間に合わなかった。あ、でも伝わってる。さすが。かわいい。うん。薬物依存症のゲスペン。見える見える。伝わったね。いや、マシャカリブレンド分からんだ。あ、そっか、なんかあれね、イエモンのやつね。あの、あれだね、マシャカリブレンド。ポケカの自販機で爆死するナナコさん。ああ、はい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 。あ、うまっ、うまっ、うまいな。あ、うまっ。花をつけた緑のクルー、自販機で何も買えない。ナナコさんですよね、そう。おお、あれ伝わってる。でもこれ伝わってる。ナナコさんお金足りない。いやもう当たってる。いいいいいい。いいラインができてる。すごいすごいすごい。なんか。あ、うまい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 。なってなってる、伝わってる伝わってる。お財布が空っぽになった金欠ナナコさん。あ、じゃあ俺めっちゃ結果的に伝わってる。あ、うわ、もう知ってる人が知ってる人がうまく締めれば。ポケモンカード回収。おお、すごい。ナナコ。俺らの回収には気をつけよう。すごい戻った。戻ってきた戻ってきた戻ってきた。マグロは苦手。あ、もうダメだ。本人に伝わってねえ。マグロ。ちょっと待ってこれ。本人が分かんないとダメだ。マグロ。本人がマグロは苦手だよーって。本人の感想が。運転。マグロ。マグロ。え、こんなんあった？あ、うまい。すごい、写真のね、時のね。ウォータージェットコースター。まあ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 。まあ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 。ウォータージェットコースター。ああ、なんか言い方面白い。え、アンカースライダーになった。ウォータースライダーに流されるままの。やめよう、こういう追加すんの。かぐの人生追加された。トウマト。いや、人生要素が。人生要素が。あ、人生要素が。5人にバイタル見られてる。死んでる人に。全員でバイタル見てたらキル起きた。もう犯人のいつじゃん。それおもろい。いいシチュエーション。実写ナナコ。実写。実写ナナコ。これで頑張った。そんなのあった？いや、むずい。うまい。あ、うまい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 。花を喰らうナナコさん。はいはいはい。いいね。ですね、これ、あの、人狼のイベントの。はい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 。はい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 。ナナコさん、舌の上に花を乗っけたよ。何の報告？実写に戻った、実写に戻った。実写に戻った。実写に戻った。ナナコさん。
これは伝わるんだ。うめぇ、かわいい、嬉しい。チャンネル登録3万人達成が自分の実力だけで達成できたと呼ばれるナナコ。ほら急にやんけ。おい両粒で金が3万人になったのを見るたけさん、いきなり俺の情報悪くしてやめろ。さっきまで緊急だったんだよ。厳密化してよナナコさん。ナナコさんが3万人達成したのは皆さんのおかげです。本当に。それは一応形式上言わないと、ね、大きな栗の木の下で、あなたと私、仲良く遊びましょう。あった、ありますよ。ない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 。タケノコの里は楽しそう。なお、キノコの山。栗がタケノコになっちゃったんだね。え、来てない来てない。伝わってる。タケノコ完全にそうだ。キノコは、めっちゃ煽るやん。www.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 www
顔腹立つ。チョコレートケーキを食べてリンク。あーそういうことか。全然わかんなかった。うまい。これ何これ？え、これ。ガトーショコラを盗み食いされた目玉親父。あえ何これ？目玉みたいなの。やっぱ目玉ガンギマイですよ。マツコデラックスの母。あーこれ一発目だったんだ。わからない。何これ？小西木と大西木わあいいいいいい伝わってる伝わってるちびコーヒー豆の擬人化とでかいコーヒー豆の擬人化それでコーヒーになったかあーそうなんだ長介さんうまいなうまいんだコーヒー豆たちの会話まあそうなるわなうんいやー見るされてんだけどコーヒー名 K K をめっちゃさ考察したけど何も思い浮かばなかったうまいこれ素晴らしい K コーヒーメーカーあーうまい素晴らしいマツコデラックスの母コーヒーメーカー異世界に転生したスナパイ世界転生むずそう難しかったあーうまいうまいうまい冷静失敗してんじゃないですかゆっくり、ゆやく。ゆっくり書くけど、確かに。文章書いたんすけどね。ゆっくりなのはそう伝わった。高さんなんだ、これ。IH コンロで焼かれてIH コンロ。罪深い。罪深い。あ、IH コンロか、これ。飛び込み台から投進する羽目になったが、笑顔なしょぼす。どうしてだどういう状況だろう楽しそう。笑顔で飛び降りようとするロボスケさん。ダメだよこんな。ビルから落とされるロボスケさんの生首。ロボスケさんが何したって言うんだ。ひどい話を。まあ、でも異世転生はほぼ合ってたね。うん。いやこれ面白いわ。おもろい。面白い。おもろいね。いや面白いですね。どんどん変わるな。奈々子さんが面白かったな。奈々子さん、なんかね、面白かった。まあ、結局、奈々子さん気づかなかったのと、自分で気づいたのがあって面白かったですよね。いやー、うわ、あれね。苦手だよ。モンスターボールね。なるほどな。いや、でもあれはもう。マグロは苦手だよ。マグロは苦手だよ。マグロは苦手だよ。マジで。ゴリゴリだよ、マグロは。あのままキューってこうあの円が顔のところに近づいてきて、もうゴリゴリだよマグロはっていうやつだと思ったんだよな。そうなに。うわ気づけたな。いやおもろいわ。やりますかね。そうですね。まずキリですね。はい。はいはい、楽しかったわ。いや、笑い疲れたまじで。いや、面白かったな。よかったね、こんな集まって。いや、いきなりありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。誰だ、スマーキングしてるの。スマーキングって言うな、拍手のこと。いや、でも、今回調子はタイかな。月とタイで、めっちゃ面白かった。月とタイ面白かった。月とタイ。ホテルに入っていく月とタイ。どういう状況やねん。あれ、太陽って書こうとしたんですけどね、書ききれなくてさ、タイになった。タイだった、なるほど。太陽まで書けなかったんだなっていうのも面白いよ。
で、竹雄さん、で、竹雄さん、絵がうめえなって思って。いや、なかったもんね。表現しきれる。ともすけさんもうまかったっすよね。うん、うまかった。うまい。まあ、まあね、ありがとうございます。でも、ともすけさん、台を当てに行かないからダメだよ。だ初手のお題の難易度がちょっと高すぎる。超人でしたね。お絵かきトロール。お絵かきトロール。でも、この前、なんかマシュマロに、お前、なんかガーティックフォンで笑い取りに行きすぎて痛いって書かれててちょっと言わしとけ言わしとけ反省して反省したんだけどな今日全然響いてなかったな